客様に参加していただきたいと思います。とても簡単な予言のマジックです。こちらのケースの中に3枚のコースターを持ってきました。ジュース、ソーダ、そしてコーヒーです。私はお客様がどれを選ぶか分かっております。もし外れたらこちらの20ドル札を差し上げます。つまりこれだというのを選んでください。それが予言されています。コーヒーだと思いまして、私はコーヒーを選ぶのを最初から分かってました。その証拠にあなたはコーヒーを選ぶと書いてきました。ああ、もちろんボクシーは何も書いていません。